い。よだれが。外がパリッと中が初ドリアン。皆さん、サワディーカー。サワディーカー、たっちゃんです。たっちゃんです。今日は大塔湖市場にやってきました。イエーイ。ここね、YouTube でたっちゃんがもうドリアンが大好きだ大好きだって、うん、ドリアンマスターになるっていう話をしてたら、視聴者さんが大塔湖市場行ってみてくださいって言って情報をくださったんだよ、ね。うん、そうね。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、レッツゴー。じゃあたっちゃんのあのドリアンレーダーで。でもね、うん、新鮮なんか分からんけど、うん、やっぱ匂いがあんません。で、あるよね。もうあるやん。確かに近くにあるのに臭くないね。臭くないよ、やっぱ市場の新鮮なのって臭くないんよ。いや、いっぱい種類あるね。うずきますか。うずいてるね。うずい、よだれが。でもさ、安くない？これで3000。確かに。ガニャオ、モントン。うん、色でわかるね、モントン。もう色でね、モントンはこの白っぽい黄色。ちょっと薄い。うん。がモントン。ガニャオ。あ、ノッカジ？ノッカジ。チムダイマイか。ソフトダイか。ノッカジ。あ、普通日本の人って、ね、あの柔らかいより硬い方がねいいって言うんだけど、たっちゃんはもうマスターだからね。ゴリチャニーだ。すごい、これドリアンか。これが噂のドリアンです。でも品種によってやっぱ大きさとかあれも違うし、全然臭くない、ね、思ったよりですよね。むしろいい匂い。え、兄チームちょっとチャニー、アニー大、オーケー。ねえ、ちょっと待って、試食の量じゃない。試食の量じゃないのよ。いや、本当優しいよね、タイの人って、ね。ちょっと待ってよ。もうね、めっちゃ柔らかい。嘘。うわ、こりゃ。これね、もうハイレベルの。甘くて美味しいやつや。いただきます。はい、どうぞ。うん、うまい。アロイ、マータン。うまい、トロトロ、うん、やばい。あのバターとかカスタード系よね。うん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 、ほんと食感もドリアンの種類によって違うってことも最近発見した。そう、あとチャニーだからやっぱり食べる部分が少なくて、種が大きい。うんうんうん、最近ちょっとやっぱモントーンから入ってたんだけど、最近ノックラジップ寄りになってたもん。うん、ほんとチョコレートみたいな味するの。そうで、チャニーはまたチャニーの違いがあるよ ね、 ね、あの脂っこいというかさ、ポ、うん、テッとしたこう濃厚な感じが、ね、あのまだ大塔湖市場に到着して1分も経ってない。そっからここの10歩ぐらいでもう1個目のドリアン食べちゃってるから。間違いない。うまいわ。まだね、広いんだからここ、ね、行くよ、たっちゃん。あの NHK さんがさ取材をしに来てくれてるんだからさ、うんうん、たっちゃんがさやっぱおすすめするやつね。え、食べたことないんですよね。ないです。初心者に一番いいドリアンをぜひ教えていただいて。モントンじゃない、モントンにする。ぜひ、うん、たっちゃんの知識でおすすめして、ね、ドリアンにハマらせないと。2ミリアム、ミリアム、ミリアム。あ、でも硬いよ。硬い。Soft. Yes, soft. Soft. Soft, sweet. うん。
สุกสุกหมอนทองสุกสุก no sweet you come back การันตี甘くなかったら帰ってこいってファイナルレッパー OK ファイブハンドレッパーうわー no seasoning100g で100バーツだ。じゃあまあまあいいよこれも、うん、さっきはシャニー、うん、でこれはモントン、こちらはモントン、種類が違う。たっちゃんはモントンを勧めたいわけですね、はい、初心者さんに、初心者には、はい、いきます、どうぞ。うん、うまい。あのね、ワンワンマンマクマン。うん、いい、これは食べれるぞ多分。ちょ私も、私も、やっぱ相変わらずいろんな味がするわ。うん、外がパリッと中が柔らかいパターンね。うん、なしまでは今回いかないんだけど、ああ、分かる。チョコまでもいかない。分かる。ちょうどいい、ちょうどいい。だけど俺たちにとってはもうちょっと欲しいぐらいの感じよね、うん、けど梨を勧めたいけどもう一個上行った感じがいいね。確かに梨とチョコって全然違う。その間なんですか。もういろんな味がするんですよ、ドリアン。ドリアンってここでも味違うし、ここでも味違うし、ここでも味違うし、これとあれでも味違ったりするし、面白いよね。マスターからちゃんといただいて。どうぞ。初ドリアン、もうガップって言った方が、口の中いっぱいにするのがおすすめです。いっぱい、うおー、あーでも後からでも美味しいのがきますね。匂い、最初の匂いに昼味噌になるんですけど、チョコと梨わかります。なんかやばいっすよね、チョコと梨って言ってるのがよくわかります。なんだこれ、最初やっぱ匂いでひるみそうになるんですけど、あでも 今食べたらメロンになりました。メロンあります、メロンめっちゃあります。今メロンもある、メロン来ました、3口目。ガンヤオ、あ出ました。ガンヤオっていう違う品種の、もう色が違うでしょう。濃いですよ、これ臭い、これ強いんですよ、匂いが。でも噛み続けて唾液と混ぜていくと、これはちょっとなんかレベル高いですよね。だいぶレベル高いですね。だからこっちから行った方がいいですよ、やっぱり。ちょっと一旦保育始めていいですか、これ。そんな違いますか、くっさこれ。あ、でもそっち、こっちは甘い、うん、進んでる、こっちは行ってます。人生初のドリアン、最高です。いやもうこれはうまい、嬉しいです。なんか人生初に僕からできた、ね、一つでなんかいろいろ食べれた気がしますね。確かに。なんかさ、ここ人気店やね。いやなんかさ、置き方すごいしね、ハープイドリアン、プレミアムドリアンらしいよ。プレミアムドリアンって何？分からん。すげえ。あいや、and the beautiful スワイマン。スワイマン。スワイマン。興味持ってますね。モントンで 100g 280。いや、うちらがよく食べてるのがキロ100。キロ150。150。ってことは待って、やばくない？やばいよ。それはいかん。いかんやろ、めっちゃちっちゃい、こんくらいのやつだもん。めっちゃ大きいドリアン、切ってるこれすごいよ、迫力ある。丸いね、なんか。かっこアニー、アライナカガンヤオ、ガンヤオ、やっぱ丸いもん、なんかちょっと違うと思う。お兄さんポクポクしてる、あれで中がモントン、モントン、これアニコン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 、この音でタッちゃん分かるやろ、分かる、中が売れてる音か売れてない音か、ポクポク大米。いいらしい。
アニソクソ？アニケンケンユハケンケン。アニアニソクね。ああ、違うらしい。ちょっとこっちが売れてるやつだ。カムカムルーバーのルーバー。ああ、確かに。違う？違う違う。おお、ポッ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 となんか鈍い音かもしれない。ああ。違うね。違う。うん。違う。Thank you。楽しい楽しい。ということで今日はね、はい、実は NHK 福岡の方の取材だったんです ね。緊張した。張り切ってたじゃん。ドリアンティーさん気にしちゃったから。YouTube とか、あの私たちの2人のこととかがさ、なんか話題になってくれたら嬉しいよね。そしてなんか福岡とタイをこう。つなげれる架け橋みたいになれたら嬉しいなと思いました。頑張ろう頑張ろう。ということで今日のビデオはこの辺でおしまいにします。男市場本当に良かったです。めっちゃ新鮮だったね。教えてくれてありがとうございました。またなんか見てほしいとことかあったらコメントください。はい。